はい、どうも、どうも、しーです。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はですね、猫猫日本史とニコニコ動画みたいな話ですね。なんか猫猫日本史っていうのが人気があるみたいで、私が最初に猫猫日本史を知ったのは、特急便さんですね。特急便さんがツイッターで、なんか娘さんが、猫猫日本史見たいっていうんで、有料会になったみたいな話が書いてあったんですよ。で、ここで特急便さんとピカリだよの話になるんだけど、ニコニコ、そこでね、なんか最近立て続けに聞いた話が、特急便さんその猫猫日本史有料会員になるのに、あの猫猫日本史が有料会員で課金されて、あとプレミアム会員にもなったんだって。でもプレミアム会員って何、やめても平気なのっつってやめたって言うんだって。で、ピカリだよもね、ピカリだよは猫猫日本史じゃなくて、あの、なんだっけ、第5の有料チャンネルに入りたかったんだって。でもなんかニコニコってそのだから有料チャンネルと別にプレミアム会員があるじゃないですか。だからよくわかんなくて、いやみたいな話があったんですね。うん、それはまあそうかもしれないね。私はもともとほらプレミアム会員で、そこから派生してなんか有料チャンネルみたいなのがあるから、もともとプレミアム会員なんでそんなにの気にならなかったんですけど、まあ今はやめましたけどね。もともとその有料チャンネルありきの人は別にニコニコなんか普段見ないわけなんだから、それだけは見たいだけなのに、プレミアム会員もなんか入んなきゃダメなのみたいなところで、うんうんみたいなところになってるんだなっていうのを感じたんですよね。で、私、猫猫日本史どこで見たかっていうと、あの、D アニメにあったんですよ。D アニメにあったんで、ニコニコ日本史見てみたんですけど、このね、猫猫日本史なんですけど、すごいんですよ、ちょっと。あのね、何がいいのか全くわからないんですね。あのよくさ、こう大人も 見れる子供向けアニメみたいな感じなのがあるんですけど、この猫猫日本史に限してはガチで小学生向けなんで、あのおっさんっていうか大人が見ても何も面白くないんですよ。で、こんなの 何がいいのか全くわからないんだけど、子供に人気らしい猫猫日本史ね、ってとこかな。いや、全くわからないね。どこが受けてるのか全くわからないっていうか、全然面白くないですよ。全然面白くないんだけど子供に人気猫猫日本史ね。で、なんか勉強のためだからいいかって課金してましたけど、だからまあそういうとこで、そういうニコニコ日本史っていうのは子供に人気だよっていうのと、ニコニコの料金体系ですね。まあ別にでもそもそもニコニコ以外でもニコニコ日本史見れるんだったら、まあその第5シリーズとか7シリーズとかいろいろあるみたいだけど、全然いいんじゃないかなと思うんですけどね。でも多分第5のチャンネルってニコニコだけなんでしょ、あれ。そうなると厳しいよね。だからそもそもそういう有料チャンネルに入ったらプレミアムを込み込みにしちゃえばいいのにね。なんかよくわかんないよね。ニコニコね。ニコニコやる気あるのかないのかよくわからんしね。ちょっと話広げるとさ、なんか加藤純一だっけが言ってたさ、なんかどうのこうのみたいな、運営の熱意みたいな話だったけど、ニコニコって昔からあるじゃない。だから昔のスタンスなんでしょ、まだね。こう、向こうからやってくるみたいな。やってくる、やってくれみたいな感じで、たださ、今ってさ、いろいろさ、プラットフォームができちゃったじゃないですか。オープンレックとか、なんとかなんとか、ミルダムとかさ。そうすると、もうなんか、うちでやってくださいよって言って、こう、人気のある配信者に対して、こう、すり寄ってね、お金も用意して、こう、お願いしますみたいな熱意とかが必要になったわけでしょ。ただ、多分、ニコニコってそういうのないんだよね、多分ね。昔ながらだから、昔はそんなことしなくてもみんなやってくれたから、そういうのはやらないのが当たり前みたいなところなんでしょうね。まあ、上から目線なんでしょう。そうすると他のところ、あの後発のところがすげえ待遇がいいから、もう誰もニコニコに残らないみたいな話になるわけでしょ。だから、もしニコニコもやる、続ける気があるんだったら、そのまだ儲ける気があるんだったら、やっぱ他のところと同じような待遇等はやはり用意すべきだと思いますけどね。時代変わったから、時代変わったから、そもそもさ、YouTube にもう圧倒的に話されたんだってさ、ね、YouTube は稼げる。ニコニコ稼げない。YouTube は見るのに無料。ニコニコお金かかるとかさ。会員登録しないとダメだとかさ。そういうところがきっかけなわけだからさ。まあ、もしやるんだったら、まあ難しいよね。昔さ、その、殿様商売で成功してたから、逆にこう、ね、お願いする立場に回ってやるってのは難しいと思うんだけどね。まあ、あとはその、ユーロチャンネルとプレミアムのこう二段課金みたいになってるのも分かりにくいっていうのがあると思うね。まあそこもニコニコほら会員登録しない人が見れるようになったじゃない。やっと。だからその辺もおいおい改善されるとは思うんだけど、まあ時間かかるだろうけどね。はい、そんなところで、ともしーさん、チャンネル登録よろしくお願いします。